最恵国待遇とは、通称条約、商工会条約において、ある国が対象となる、別の国に対して、最も有利な待遇を受けることを現在及び、将来において約束すること。ついて、別の、第三国に対する優遇処置と同様の処置を強する、ことを指す場合が多い。また、経済分野でも、企業間の契約条件の決め方に使われる。なお、 米国の通商法では、1998年以降、通常貿易関係と呼んでいる。最恵国待遇には、条件付き最恵国待遇と、無条件最恵国待遇、総務的最恵国待遇と、変務的最恵国待遇などがあるが、現在では無条件最恵国待遇が一般的である。最恵国待遇は内国民待遇とともに、外国において、 差別を受けることなく公正な貿易や小取引などを保障するための重要な役割を果たしている。g ッ t 1条と同様に WTO1 条には特定国に与えた最も有利な貿易条件は全加盟国に平等に適用することが明記されている。また、受験条項により途上国支援を目的とした特恵関税などを例外として認めている。また、 自由貿易協定、関税同盟も最恵国待遇の例外となっている。日本の最恵国待遇規定の例として、過去においては1895年締結の日清講和条約に最恵国条項が含まれていた。2016年現在においては、1912年締結の日蘭通商公開条約が存在し、日本人はオランダにおいて、 オランダの最恵国の国民であるスイス人と同等の待遇を受け、オランダ人は日本において日本の最恵国の国民と同等の待遇を受けることとなっている。また、1951年締結の日米友好通商公開条約には部分的な最恵国待遇規定が含まれているほか、他の日国間条約においても最恵国条項の含まれているものが存在する。 a m a z o n .co.jp 出品業者の最警告待遇条項を撤廃コートリーが審査終了 IT メディア2017年6月19日閲覧第038回国会外務委員会第11号国会会議録検索システム1961年3月24日日本人はオランダの労働市場において自由に活動できる エベライルト弁護士事務所2014年12月24日に最近における通称貿易交渉外務省1957年ありがとうございます。